使うことの喜びを、文録チャンネル。どうも、文録です。今日はね、三菱鉛筆についてのお話です。三菱鉛筆ね、最近最も黒いゲルインキボールペンとしてね、ギネスにね、世界一と認定されたというね。ほんとね、三菱鉛筆の最近のね、ヒット商品ね、ユニボール1シリーズですよね。ユニボール1、ユニボール 1F、ユニボール 1P、どれもね、すごい大ヒットしてて、まあ、文房具ファンの間でもね、すごい評価が高いんですよ。特にね、ユニボール 1F とね、ユニボール 1P はね、もう衝撃でしたね。うん。初めてユニボール 1F 触った時のね、もうあの衝撃たるや。高級ボールペンを触ってるようなね、あんな低価格でね、高級ボールペンを作れるっていうのはね、本当にすごいと思ったしね。で、ユニボール 1P ね、もう爆発的にね、大ヒットしましたね。みんな使ってましたよ。それだけすごいね、話題になったユニボール1シリーズ。それがついにね、最も黒いゲルインキボールペンとして認定された。あのギネスに認定されたっていうのはね、本当すごいこと。だってね、ボールペンなんてね、日進月歩でね、日々進化してるんですよ。もういろんなメーカーがあって、大手5社ありますからね。サクラクレパス、パイロット、三菱鉛筆、ペンテル、ゼブラ。もう5社がね、こぞってゲルボールペンを出してるわけですよ。それがね、もうバチバチ争ってるわけですよ。その中で三菱鉛筆がゲルの黒さで頂点に立ったっていうのはね、ちょっと驚きでね。まあ三菱鉛筆がギネスに申請したのかな。まあそれで取ったっていうのはね、でもすぐ記録なんて塗り替えられると思うんですけどね、他の4社も黙っちゃいないでしょ、これ。他の4社もね、もうこぞってもっと濃いものを作ろうじゃないかってやってくると思うんですよね。まあ業界がまあそこで活気づくっていうのも面白いんですけどね。で、三菱鉛筆ね、本当にすごい会社なんですよ。僕ね、その今言った5社の中で技術で言ったら一番だと思うんですよね。まあそれぞれに良さはありますよ、そりゃ。ペンテルは品質だし、サクラクレパスはデザインだったりね、そういうところですよね。パイロットは伝統だったりね、でゼブラは親父ギャグとかね、それぞれ良さがあるじゃないですか。まあ三菱鉛筆はやっぱり技術だと思うんですよね。もうその技術がすごい。ジェットストリームを開発したとかね、なんか技術で他の5社よりも飛び抜けてる感じはするんで。で、三菱鉛筆のブランドイメージっていうのがあるんですよね。まあタグライン、この間タグラインの話しました。ペンテル昔ね、ディスカバーザベストっていうね、タグライン使ってたんですけど、最近タグライン変わりましたよね。それ別の動画でアップしてますけど、リーマジンはワールドっていうね、タグラインに最近変わりましたね、ペンテル。そんな感じでね、三菱鉛筆にもタグラインがあって、まあそれがコーポレートイメージなんですけど、違いが美しいっていうんですよね。違いが美しい。三菱鉛筆のブランドってユニなんですよ。ユニ。もうユニ、このユニっていうブランドが、まあ、そのまま社名みたいな感じなんですけど、このユニっていうのはユニークってことなんですよ。つまり個性、個性的ってことですよね。で、この違いが美しいっていう言葉に込められた思いなんですけど、筆記具には人の個性を引き出す力があるっていうのがね、それがもう三菱鉛筆のコンセプトなんですよね。なんかかっこいいでしょ。筆記具には人の個性を引き出す力があるんだって。かっこいいですよね、それが。そう言い切るところがね、かっこいいなと思ったんですけど。で、三菱鉛筆の仕事は筆記具を作ることじゃないんだっていうことなんですよね。人それぞれの個性をより豊かに表現することなんだ。それが三菱鉛筆なんだっていうのがね、その三菱鉛筆のコーポレートスローガンみたいなもんなんですよね。で、三菱鉛筆は筆記具メーカーの枠を超えて表現の可能性を広げていこうじゃないかっていうのがね、それがもう思いなんですよね、三菱鉛筆の。で、これから三菱鉛筆は筆記具メーカーから表現革新カンパニーへと成長していくんだっていうね、そういう思いを込めてるんですよ。で、この間社長がギネスに認定された時の認定式でね、まあコメントしてたんですけど、僕そのコメントに結構ね、感銘を受けたんですよね。その時社長が言ってたのが、我々は情緒的価値を表現することに努めてきたんだっていうふうにね、なんかそういうことを言ってたんですよね。
でもその常習的価値っていうのは技術に裏付けされた常習的価値なんだ、それこそがお客様に喜んでいただけるものなんだっていうふうにね、そういうふうに言ってたのに僕はすごくね感動したんですよね。うん、でその情緒的価値っていうのはね、YouTuber、学生 YouTuber の間ではロマンって言ってますけど、ロマンってことですね。まあ情緒的価値っていうのは、機能的価値っていうのがあって、機能的価値っていうのは、まあその筆記具としての機能ね、機能を持っているってこと、それが機能的価値で、それと別に情緒的価値っていうのがあるんですよね。情緒的価値っていうのはその機能じゃない、この筆記具を持っていることで、あ、この筆記具持っててよかったみたいなね、そういう気持ちになる、そこに価値を見出せるっていうのが情緒的価値なんですよね。うん、だから例えば本当に機能的価値だけでいいんだったら100円のボールペンでもいいわけですよ。うん、でもね、文房具ファンは1000円のボールペン買っちゃうじゃないですか。100円のボールペンでもいいのに1000円のボールペンを買っちゃう、これはね、その機能的価値は100円のボールペンでも十分だけど、この1000円のボールペンには情緒的価値がある。まあ、見た目がかっこいいとかね、この形がすごく好きなんだ、この形を見てるとワクワクする、それが情緒的価値なんですよね。そこに重きを置いているっていうのが、まあその社長が言ってたことなんですよね。なんかそこに僕はグッと感動したんですよね。もうそこでまたね、三菱鉛筆のことがますます好きになったんですけど、うん、で今日のちょっと本題なんですけど、三菱鉛筆ね、まあ三菱って言ってるから、あの三菱グループね、あの巨大な三菱グループ、あれを連想するじゃないですか。実はね、あの巨大な三菱グループ、あれと三菱鉛筆ってね、全然関係ないんですよ。そこ面白いでしょ。それ知らない人がほとんどだと思います。僕も YouTube 始めるまでは三菱グループの会社だと思ってました。うん、まあこういう YouTuber 始めていろいろ文房具業界のことを分かってきて、それで三菱グループとは全然違う会社なんだなっていうのが分かるようになったって感じなんですよね。でも一般人はまあこれ三菱鉛筆って書いてあるから三菱グループだろうなってね、普通は思うと思います。でも違うんですよ、そこが面白い。うん、でそこがね、三菱鉛筆のこだわりでもあり、三菱鉛筆をますます好きになる理由でもあるんですよね。ということで今日はそこについて話をしたい。三菱鉛筆が三菱グループじゃないっていう話ね。まあ本当三菱グループね、その財閥系ですよね。もうとてつもなく巨大な財閥系グループ。もう日本でもね、もうトップクラスのね、財閥グループですよね。三菱商事があり、で、三菱 UFJ 銀行があり、で、三菱重工があり、うん、もうとてつもなくでかいですよね。もう規模がでかすぎて、もう想像できないぐらいの巨大なね、産業を築いている。その三菱グループだけで国が一つできてしまうぐらいの、とてつもなく巨大なグループじゃないですか。すごいですよね、あれ。もう驚きですよね。それと全く同じマークを使ってるわけですよ、三菱鉛筆は。なのに全然関係のないグループっていうね、そこがすごいんですよ。で、なんでね、同じマーク使ってるのかって話なんですよ。実はね、これね、このマークのルーツが違うんですよね。三菱鉛筆は創業者の家紋が元になってるんですよ。ちょっとここに家紋の画像が出てますけど、うん、この家紋を元にしてあの三菱のマークを作った。で、それを商標登録するわけですよ。で、その後ね、その財閥系三菱も創業者一族の家紋があるわけですよ。それちょっと今画像出てますけど、この家紋とこの家紋を組み合わせて図案化したもの、それをもとにこの三菱グループのマークが出来上がったんですよね。で、それを商標登録する。実はね、三菱鉛筆よりも10年以上後なんですよね。うん、ということで先にね、三菱鉛筆がこのマークを作って登録してるんですよ。ということで三菱鉛筆は堂々とね、このマークを使うことができるわけですよ。三菱鉛筆の方が優位なんで、先に登録してるから。むしろね、三菱鉛筆はね、その三菱グループに対して使っちゃいけないよっていうことができる立場なんですよね。だから三菱グループと三菱鉛筆がもし喧嘩したら三菱鉛筆が勝ってしまうっていうね、かっこいいでしょ。
あのね、巨大な、とてつもなく巨大な三菱グループに唯一太刀打ちできる会社が三菱鉛筆なんですよ。かっこいいでしょう。で、三菱グループのあのマークね、すっごい厳しくね、取り締まられてるんですよ。このマークを使っていい会社っていうのが、それを取りまとめてるところがあるぐらいね、もう厳しくね、取り締まってるんですよ。うん、で、認められた会社だけがそのね、三菱のマークを使っていいことになってるんですけど、うん、三菱鉛筆に関してはそこに一切タッチできないっていうね、そこ全く関与できないっていうね、うん、もう三菱鉛筆の方が偉いんで、あのね、巨大なね、三菱帝国が全く足を踏み入れることができない領域に三菱鉛筆はいるっていうね、かっこいい、もうそれがかっこいい。でね、三菱グループってね、筆記具を扱ってないんですよね。ということで、筆記具メーカーである三菱鉛筆は全くね、三菱グループにないセクターをやってるわけですよ。そこも良かったんですよね、うん、お互いに全く干渉しないセクターなんで、だからね、筆記具の業界では三菱鉛筆だけが三菱をやっていればいい、他の業界は、筆記具以外の業界はほぼね、三菱グループ何でもやってます、うん、あの三菱って書いてない会社も三菱グループだったりするんですよ。例えばニコン、キリン、ローソン、あそこら辺も三菱グループなんですよね、うん、で、全く全然関与してない業界同士だから、だからね、お互いに何も言わずに済むってことですよ、うん、もし三菱グループが筆記具業界に名乗りを上げてきたら、そしたらね、何か喧嘩が起きるかもしれない。でも今のところその傾向はないんで、ということで三菱鉛筆は筆記具業界で三菱のマークを使ってやれるっていうね、そこがすごい。で、三菱鉛筆にもね、男気があるわけですよ。戦後ね、GHQ によって財閥という財閥が解体されるんですよね。うん。あの、財閥ってね、もう国を乗っ取るぐらいの巨大な勢力なんで、とてつもなく力を持ってるんで、もう GHQ によって解体されるわけですよ。まあ、強い勢力は潰すってことですね。それで三菱財閥も潰れるわけですけど、その中で三菱鉛筆はね、三菱を名乗り続けるわけですよ。そこで GHQ に睨まれるわけですよね。おい、お前ら、なんで三菱を名乗ってんだっていうふうにね。うん。でも、三菱鉛筆は、あ、うちらは全然三菱財閥とは関係ないんで、っていうふうにね、GHQ を跳ねのけるわけですよ。そこの男気ね。うん。それでずっとね、三菱鉛筆を名乗り続けて戦い続け、で、今日まで三菱鉛筆、うん、その三菱のマークを守り続けてきたっていうね。それ聞くとね、もう面白いですよね。なんか急に三菱鉛筆好きになっちゃうんですよ。僕ね、実はね、この YouTube 始める前はね、三菱鉛筆あんまり好きじゃなかったんですよ。理由は三菱グループだと思ったから。なんかね、あんな巨大なグループの一角として筆記具を作ってるのってね、なんかね、すごいちょっと寂しかったんですよね。だってパイロットとかペンテルとかゼブラとか、もう筆記具メーカーとしてだけで頑張ってきてるのに、そんな時にね、三菱鉛筆は三菱という巨大なグループの下でちっちゃいセクターとしてやってんのかなっていう風にね、そんな風に思ってね、うん、なんか好きじゃなかったんですよね。それは僕の勘違いでしたね。うん、実は三菱鉛筆は一つのね、会社だった。三菱グループは全く関係のない会社だった。その一つの小さな会社が頑張って頑張ってね、三菱グループ、あの巨大な三菱グループに唯一喧嘩を売れるぐらいの力を持った会社として成長して、今日まで至って筆記具をひたすら作り続けているっていうね、もう生粋の筆記具ブランドだったっていうね、それを知ってからね、途端にね、僕はね、三菱鉛筆が好きになったんですよ。はい、という話です、うん、今日の話は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。